ケイからペリン・デュフォード、ミカドスクリーンを使いながらこれを決めてきました。いいですね、やはりオマラ選手に対してのスピード、コーナーから白浜フェイクを入れてキックアウト、ニカのスリーポイント、失礼、 K のスリーポイント決まりました。いいですね、そして安藤、ニュービルがついています。ニカのスクリーンを使ってスリーポイント決まりました。いいですね、そうですね、出だしなかなかショットが入らないかなと思ったんですが、はい、やはりケイ選手がしっかりとつないだことを、リバウンドブラウンが拾ってニカが反応していました。奪ってから早い島で、いや来ましたね、ビフォード選手、ビフォードのダンク、これときついのでタイムアウトで一度流れを切りました。ニカが触ってマイボールにしてからの速攻でした。今のところも大阪はオフェンスリバウンドに枚数をかけて、白浜のドライブ、リバウンド高い、いやニカ選手ねじ込みました、バスケットカウント、ね、チャンス与えたくはないですね、はい、結果的にはニカが取りましたけど、ファーガソンも本当に高いですね。そうですね、まあ、そしてファーガソン選手か、 EJ ニュービル、ブロックショット、ニカ選手のブロックが高かったですね、来ましたね、これを止めるのがウィリアムズニカ、そうですね、ギリギリラストポジションになるか、島根、ニック・ケイのスリーポイント、リバウンド、ビフォード選手本当に非常に素晴らしいプレーでクォーター終わりましたね。いや、叩き込みました、とんでもないプットバックでした。うまく相裏をついてニカのオフェンスリバウンド、いやニカ選手よくつなぎましたね。シマレはかなりスモールなラインナップなのでスピードでどうにか、いやおっとねじ込んだリフォード、思ったんですが、第3クォーター激しい攻防でしたね、ボクさん。そうですね、ただやはり島根少し、大阪ボールで再開、木下、木下のジャンパーブロックショット、かなり遅れてはいたんですが、はい、ビフォードからニカ、再びビフォード、素晴らしいパス決めきった、いいですね、ニック・ケイのスリーポイント、いや決めてきた、大きいですね、ニック・ケイ連続得点、選手のアタックを食い止め、そして体を少し痛みを抱えながら、第4クォーター終了しました。72対65、島根が7点のリードでこのゲームものにしました。本当にどちらにとってもやはりこの厳しい日程が重くのしかかっている、まあ、そういったことを物語るような